私は今日、一人で舞台に立つ。与えられたルールは三つ。ルール一、監督との事前の打ち合わせは一切しない。ルール二、与えられた脚本は1615文字。それをミスなく演じ切る。ルール三、ラストのセリフは空白。物語を自らの言葉で完結させる。私はあるところに向かっている。あるところという表現が正しいか、ある人に会いに行くという表現が正しいかはわからない。いや、ある人に会いに行くという表現がおそらく正しいのだろう。そう、私は告白をしに行くのだ。私の手にはラブレターがある。今時の告白はスマホ、もしくは放課後に呼び出して直接言うか。何にせよ、ラブレターで告白なんてものはしない。だがそれがいいのだ。実際に自分の手で書き、自分の思いを伝えようとする行為そのものがいいのだ。それこそが美しい。私のこの思いを受け取って、彼は一体どんな顔をするだろう。はにかんで、照れて、ちょっとぶっきらぼうに、少し冷たく見えるかもしれない。家に持って帰り、いや、もう多分家に帰る途中、駅のホーム、いや、駅のホームだと風が強いかもしれない。たまたまその日、信じられないほどの強い風が吹いて、ラブレターを吹き飛ばし、電車に轢かれるような水だってあり得る。彼はきっとそんな平凡なミスはしない。慎重に、でも我慢できず、そうだ、公園のベンチでゆっくりと封を切るだろう。そして文章を読み、顔がほころび、なんだったらその場でガッツポーズをするかもしれない。ああ、なんて愛おしいの。その顔を想像するだけでご飯100杯はいける。彼の顔は見ることはできない。だがそれがいいのだ。そのことを想像するだけで、そのことを想像し続けるだけで、彼は私の記憶の中で生き続ける。そう、生き続ける。これは数ヶ月前の私だ。彼のことを思うだけで高揚し、あらゆるものが美しく生き生きとして見えた。そう、それが数ヶ月前の私だ。彼はもうこの世にはいない。事故に遭い、本当にあっけなくこの世を去った。彼の死亡推定時刻に私は友人と一緒にハンバーガーを食べていた。そしてたわいもない話をして、彼の話をして、きっとこの後彼と電話をして、胸が締め付けられるような思いをすることを想像して、家に帰ろうとしていたのだ。人生は点と点の連続だ。あの頃の私も、初めて一緒に下校した私も、初めて手をつないだ瞬間の私も、彼を失った瞬間の私も、そして今の私も、それは点と点の連続だ。その点に戻ることは記憶の中でしかできない。だからその点にとどまるということは、今を、そして未来を放棄することだ。そんなこと
若い私にだってわかる。不可逆な時間の流れは誰にとっても等しく平等で公平で厳正で残酷だ。私は前に進むことを選んだ。それは記憶の中の彼と別れることを意味する。彼への思いを忘れるのだ。記憶から消し去るということではない。そのことを忘れるということは、その瞬間の自分を忘れることだ。人はそんなもんだ。人は忘れる。どうやったって忘れる。この世に生を授かり、喜びに満ちた瞬間ですら、人は忘れる。私もきっと忘れてしまうのだ。あれほど愛した彼のこと、あれほど幸せだった時間は、これから先に訪れることはないかもしれない。あれほど幸せだった時間よりも幸せになることは罪なんじゃないかとすら思う。だから私はここに来た。彼にラブレターを渡したこの場所に、人生は点と点の連続だ。今も明日も死ぬ瞬間も点だ。私は彼を愛していた。彼を失い悲嘆にくれた。そして今だ。私は今の点をどうするのか。今の点も過去の点も これから先に作る点につながることを信じたい。さよなら。